北口手稲駅は北海道札幌市手稲区手稲本町一条四丁目にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S07。電報略号は手稲。事務官コードは13121。副駅名称は北海道科学大学最寄駅。札幌市手稲区の中心駅であり、快速。 エアポート、ニセコライナーをはじめとする全列車が停車する。JR 北海道管内の駅において利用者数は札幌駅、新千歳空港駅に次いで第3位である。西側に位置する札幌運転所とは出入庫線でつながっており、当駅を始発、終着とする列車が多く設定されているほか、当駅札幌駅間では昼夜を問わず、 札幌と道内外とを結ぶ、優等列車の改装列車や、それを活用した、ホームライナーが多く運転されている。1976年の手稲駅と周囲750メートル範囲。左上が、小樽方面。短式と島式の複合ホームに面参戦。駅舎横小樽側に、貨物ホームと引っ込め線。駅裏は山岳オーシャンと、公園化したかつての日赤製油所跡地が広がり、 三本の留置線や共有線、専用線が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1985年の手稲駅と周囲750メートル範囲、北口が開設され、自由通路で南口と連絡する、京城駅となった頃の姿。端式と島式の複合ホームに面3線であるが、 この後、過渡的に北口側に短い4番線の単式ホームが増設されて3面4線となり、古線橋も伸ばされ、西側にも新たに増設されている。しかしながら改札が南口側にあったため北口利用者が4番ホームへ行くのには長い距離をほぼ往復する形となって利便性が損なわれていた。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅は1880年に設置された。当時は、乗客がある時だけ旗の合図で停車する、簡易停車場だったが、1884年に、普通停車場に変更された。1934年に改築された駅舎は、川がついたままの丸太を用いた山小屋風の建物で、現在の駅舎ができるまで、 駅舎横に保存してあった。1960年代から周辺地域の人口が増加すると利用者数が著しく増えた。二面四線の島式ホームを有する京城駅。北東側が北口、南西側が南口で、北口からは手稲区役所と西遊手稲店に2階建ての連絡通路が通じる。ホーム有効長が6両分しかないため、 長編成の回送列車や一部のホームライナーはホームからはみ出して停車する。なお、2002年に実施された駅改良工事以前は3面4線の構造だった。終日社員配置駅で緑の窓口を備える。キーとか、チャージ機、自動券売機、指定席券売機、話せる券売機、自動改札機、デジタル公衆電話、AED が設置されている。 2014年8月30日より駅構内は全面禁煙となっている。かつてあった店舗施設アイクル駅舎に併設される形で線路で分断された駅南北の市街地及び各種施設をつなぐアイクルという愛称の自由通路が設置されている。建設、管理は札幌市が行い2002年5月25日に新駅舎と共に供用が開始された。 走行費は22億円。通路内には展示スペースのほか国松アスカの彫刻、雪だるまを作る人が置かれている。アイクルは、英語で、通路を意味する、アイルに、出会い、アイクルシー、クルの意味がかけられている。2019年度の1日平均の乗車人員は15,273人で、ある。前日したように、JR 北海道の駅の中では、札幌駅、 新千歳空港駅に次いで3番目に利用者数が多い駅である。以下新札幌駅、琴谷駅と続く。JR 北海道が発足した1987年度以降の29年間、札幌駅に次いで2番目に利用者が多い駅であったが、2016年度に新千歳空港駅に抜かれ初めて3位となった。定年駅発着のスクールバスを設ける高校。 大学が多く、朝、夕は、学生も多く見られる。石狩市、小樽市からも、利用客を集め、札幌丁根、スノークルーズオーンズへの行楽客の利用もあり、年中利用客で溢れている。また、人口3000人規模のニュータウン、明日風の町も丁根区北部に誕生し、今後も利用者の増加が見込まれる。南口、北口にそれぞれ駅前広場があり、 札幌都心を、はじめ西区、北区、石狩市、小樽市方面へのバスが、数多く発着している。北口の駅正面には、広い駐車場があり、それを挟んで、手稲区役所、手稲区民センター、手稲保健センターがある。手稲駅前、ビル来てねビル手稲駅前プラザ南ビル、札幌市手稲区庁舎メルシャンプラース手稲系。 人と会病院パボッツテイネ北海道科学、大学札幌運転免許試験場、前田森林公園テイネ駅の南北の出入り口それぞれに停留所が併設されている。乗り入れる路線バス事業者は JR 北海道バスと北海道中央バスである。北口ターミナル南口ターミナル、ガルガワ駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。